YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら。プロットモビールさんのバンコン、シュピーレン、一人掛けバタフライシート仕様という車になります。乗車定員が3名、就寝定員が2名の車になります。実は昨年、2018年のジャパンキャンピングカーショーで代表の高森さんにご出演いただきましたので、そちらの映像も今回途中に挟んでおりますので、一緒にご覧いただければと思います。で、代表のですね、高森さんがちょっと、今回取材に応じてくださるということで、よろしくお願いいたします。はい。で、ちょっと御社の、コンセプトみたいなのもお伺いしたいなと思うんですけど、会社の名前がフロットモビールという、はい、ドイツ語読みで、意味としてはフロットっていうのが粋なとか素敵な、はいはい、でモビールというのはドイツ語で車という、読み方になるんですけども、素敵なとか、粋な、心くすぐるような感じの車を作っていければなと思って、そういう名前を付けさせていただきました。あえて軽自動車よりちょっと大きいサイズ、配送の大きくない、循環サイズを狙って作らせていただいている車になります。女性とかだとあれですよね、あんまり大きい車すぎるよりは運転しやすかったりするっていうメリットも、この大きさだからこそどこへも行けるっていうことでは、この大きさをぜひ楽しんでいただこうと思っています。映像でもわかる通り、代表の高森さんはとっても優しい方で、こんなキャンピングカーを作りたいとか、こんな装備が欲しいとか、いろいろな相談に乗ってくださいます。今回ジャパンキャンピングカーショー2019で展示されていたのがこちらの車。ベース車はトヨタのライトエースのバン、全長が4045、横幅1665、高さが1980の車となっています。今回ありがたいことに、一般の参加者が入る前に撮影をさせていただきました。こちらが車の屋根の部分になります。後部部分に蓋が開いてるようなところがありますが、こちらがルーフベントと呼ばれる装備になります。こちらを開けて換気扇を回すと、車内の空気を換気することができます。では早速車内お邪魔します。まずは運転席部分から見ていきましょう。運転席、助手席のシートも車両後部のシートと同じカラーリングにすることができます。車内の統一感を出すことができます。こちらサイドブレーキは手で引っ張り上げる仕組みになっています。そして運転席上部には嬉しいティッシュの箱などが置ける収納スペースも確保されています。ライトエースでこの装備をつけているのはフロットモビールさんだけなんだそうです。キャンピングカーの天井部分に見えるのがカーテンレール。カーテンを閉めることで車両後部を完全なプライベート空間として使うことができます。こちらが車両後部3列目の一人掛けシートになります。実はこちらリクライニングさせると前向きに座ることもできます。サイドテーブルが目の前にあるので、こちらに座りながらコーヒーを飲んだり、ゆったりと過ごすこともできるようになっています。また、就寝時は、こちらをフルフラットのベッドとして使うこともできます。こちらのフローリング部分や木の角なども、しっかりと丁寧に作られているのがお分かりいただけると思います。こちらの収納部分にはビニール袋を持っていけば靴をしまうことができそうです。こちらはインバーターのスイッチ。こちらのスイッチをオンにすることで室
室内で電源が使えるようになります。続いてこちら、車両後部から見た映像になります。こちらはポータブル式の電子レンジ、車中泊で大活躍してくれる装備です。そしてその上にあるのがポータブルの冷蔵庫、室内からでも簡単に開けることができます。続いて車の側面、こちら FF ヒーターの本体になります。普段こちらを直接触ったりすることはありませんが、ここに FF ヒーターの本体が収納されています。そしてベッドの下の部分も無駄にはしません。こちらの収納スペース、室内から開けることもできます。ちょっと外に出たい時などのサンダルだったり、ワンちゃんを飼っている方はペット用品などを入れるといいと思います。就寝時にはぴったりのフリップダウン式のモニター、こちらについているのは各パネルのスイッチ部分になります。 FF ヒーターだってスイッチ一つでひねることができます。そしてこちらが一番最初に紹介した換気扇。大勢で使いましょうというより1人2人で使うことを最優先に作ったところですね。あのこういう形でその別展開をいろいろ簡単にあえて運転手助手席とあと後ろはあえて座席1つだけです。乗車定員は3人になってしまうんですが、代わりにこの座席を残したまま1人分のベッドを作りましょうという形を、そうするとここもこちらに荷物を積んだまま1人はまず寝れます。なるほど、はい、お二人であればこのマットを間に入れていただいて、あパタパタパタと、しかもすごい簡単に一瞬で、はい、もうそんな時間かからずに、でそのシートも後ろ向きに、開口の口が開くと、でここだけは座席に入れて、お茶飲むとかにあえてちゃんと足を下ろす。なるほど、テーブルもうちのテーブルは足いらないんです。もうこのまま布団引くまんま、あ立ったわけです。すげえ、めちゃめちゃ簡単。お茶飲みますよと、はまあ、こちらだけ、こういう形で2人でお話しながらちょっとご飯食べたりお茶できたらいいなと。あなるほど、しかもこれ結構広いですね、思ったよりも。ベッドの長さ2メートル5センチあります。あ2メートル5センチ、はい、じゃあ大の男の人でも全然持ってます。はい、あちょっとここはあえて大きい立派な流しとかそういうのはないんですけど、一応受けだけは、あ、まあ、なるほどなるほど、そんなにこの中でお水を使うことはないだろうというイメージですね。まあ、それをこう蓋していただければ、まあ、ちょっと飲み物の補助スペースとしてテーブル側にも使っていただければというやつです。はい、ありがとうございます。